はい、ということで、第2回よからじの時間がやってまいりました。今日はね、スペシャルなゲストをお迎えしてお届けします。チャンピオンズ、デイちゃん、デイちゃん、You do it down! It's a let's go! 終わった。いや、みんな、聞いてる？みんな、聞いてる？ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそ。はい、大ちゃんを迎えして、やれじゅ、見事言えちゃん、やったら、let's go。 これ進まんやつや。見てる、聞いてる。はい、はい、やっていきます。よろしくお願いします。お願いします。一回封印しておきますね、大ちゃん。ちょっとお願いします。実は大ちゃんと、はい、僕らよからも同い年でして。同い年。そう、どこで知り合ったきっかけ、どこだっけ。これはあれよ、本当うちの四千頭身の石橋くんが、サッカーのチャンネルをやられてて、うんうんうん、でヨカローモンチームとコラボするっていう時に、僕が四千頭身石橋チームで呼んでいただいて、でサッカーをしたっていうのがきっかけかな。まあ、そっか。そうで面白すぎてみんな好きになったっていうね。大ちゃんのだったからね。そっか。じゃああれはまだあれか、その面白そうで優勝する前で。うわ、すげえタイミングで出会わせてもらったね。そうそうそう。だからもう本当に、まあ、もちろん皆さんご存知だと思うけど、うん、ちょっともう一回改めて、大ちゃんが普段何してるのかっていうのをちょっと言って。私ですね、チャンピオンズの大ちゃんと申しましてですね、はい、2023年の面白そうで優勝しまして。うわ、すごいね。まあ、知ってる方ですね、ちょんってすんないよっていうね。伝説級の。令和のなんでだろうと言われた。いや、大バズ大バズり中で。どこで。なかなかバズんないんだよな。だから広めてもらえたら嬉しいです。いや、もちろんもちろん。ネタをやってる渡辺エンターテインメントに所属してるお笑い芸人でございます。はい、ね、だからそういう意味でも大ちゃん渡辺エンターテインメントで、うん、まあ僕らが所属してる事務所もまあなんか兄弟みたいな感じで。そうそうそう、会長のね、事務所ですから。そう、渡辺会長の事務所に僕らいるので、はい、そこでもまあつながりがあってみたいな。そうそう。で、僕はあれですよ、それこそよかろもんさんはウェルフェスっていう渡辺の芸人のお祭りがあるんですけど、はいはい、いろんな方が、はい、そこのオープニングアクトをよかろもんさんと、あと新作のハーモニカどっちの芸人がやってたのを見て、はい、あれ、あの時大ちゃんどこにいたの。僕、普通に楽屋にいました。あれ、そうなんや。でもその時は出会ってないし、本当にアーティストさんが来たって感じなんで、僕も別にそのわざわざご挨拶したよ。無視されたけど、多分。ちょっとないですよ。よかろもんってそういう人たちなんです。僕、おはようございますって言ったけど、無視すなよって言ったけど。してない。無視すなよって言ったけど。マジで。そうそうそう、あの時ね、俺いた。逆に、なんかあっち、なんかさ、うん、もうたかがさ、俺らオープニングアクトで出るだけだったのに、めちゃくちゃさ、なんか入り口近くの楽屋1個によかろもんポンってこう入れさせていただいて。そうだね、大きいとこね。そうで、隣の大きな崖に芸人、もうすごい名だたる芸人さんたちがおったやん。もう居づらくて仕方なかったね。あ、確かに、だってよかろもんチームの隣にハライチさんとかいたもんね。そう、ハライチさんもおったし、それこそアンガールズさんとかもおったし。うわ、俺の楽屋狭かったな。え、どっち、あっち側。すごいよ。でもよかろもんさん無視されたから。うわー、怖い。知ってない。まあ、だから話戻すと、そのフットサルで大ちゃんと出会って。そうそうそう。で、大ちゃんがそこで鹿児島出身っていうことを、そうそう、聞いてね。そう、で、なんか同じ九州だねぐらいで、同い年だねぐらいの話で終わって、しかも僕は大学時代に、うん、本当に大学の時にね、ハモネブを見ててさ、うん、本当に出てたじゃん。出てた。あれ俺めっちゃ覚えてて、これね、マジであれ、iPod なのに、あれ入れちゃう。懐かしいでしょ。画面そう、あれに唯一あれともう2つぐらいだけ入れてずっと聴いて、めっちゃ流行ってたのよ。おい、これもすげえなみたいな、九州で。いや、嬉しい。そう。で、まさるくんのさ、後ろでポカーン立ってこう、真顔でニヤニヤしてるのとか、めっちゃ俺覚えてる。大地くん、そうそう、大地くんがビートボックスでピカピカピカやって、で、おっくんとかが、すごいってなって、で、真ん中でまさるくんが、俺の友達なんですみたいな顔してた時。真ん中。懐かしい。あれめちゃくちゃ俺あれはね、ちょ覚えてて、ああん時のってなって、すげえ興奮したの覚えてて。そしたらなんかたまたまなんかそのサッカーつ、その日にサッカーつながりで、うん、鹿児島なんですよっていう話をしたら、たかやくんが、じゃあまことって知ってる、まあ、名前出しちゃったけど。大丈夫。まこちゃんって知ってるって言われて、知ってるっていうか、俺中学校のチーム同じチームだよみたいな。
なって、みたいになって、うん、そうそうそうで、今東京でも、あの俺髪切ってもらったり美容師の方なんだよね、まこっちゃんは今ではもう、それから僕らもまこっちゃんに切ってもらっててそう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 、はい、で、あの上村学園出身の美容師なんだけど、うん、で、それでまこに言って、一回ね、飲みの場作ってしまって、あそう4人で飲んだよね。あの焼き鳥屋さんね、恵比寿。そうそうそう。あそこ美味しかったね。美味しかったね。そうそう、あそこで初めて飲んで、楽しく。そうで、いろんな共通で、鹿児島で昔働いてたとかさ。そうそう、俺鹿児島に4年ぐらい住んどって。そうそう。そうそう。そういう話とかして、九州なんだって仲良くなってだよね。そう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 。そうね、とか言って、よからおのさんと出会ってから、俺らはまあ面白そうね。うん。まあ、伝説を残してしまった。いやでも本当にでも快進撃よねすごいよ。いやこれねすごいと思う。あのマジで仕事なかったからねそれまで、うん、ほんまになくて。でもこれさっきの話ちょっとだけ戻るけど、うん、そのオープニングアクトやってくれてた、うん、あのウェルフェスあるじゃん、うん、俺らあれからやね。そうそう、なんかちょんとすなよってネタはあったのよ、うん、であの時に俺らメインの人たちは3分4分ネタをするんだけど、はいはいはい、俺ら1分コーナーっていう。あ、分かる分かる。で、うんうん、その時にチャンピオンズとして出た時に、うん、その時にたまたま日曜チャップリンかなんかのスタッフの方がチャンピオンズめっちゃ面白いって言ってくれて、でそれで番組決まって、で初めて千鳥さんの前にネタやったりとかして、でそっからあ面白いってなって、そうなんや、ちょこちょこ出だして、で面白そうまでポンポンっていったの。あとそれこそあの、まあ、多分チャンピオンズ大ちゃんと知り合ってから、うん、それこそまあまあ、M1 があって、うんうんうん、今って M1 って YouTube に動画上がるよ。そうね、そうね。で、そのチャンピオンの動画見て、まあ、あれって予選とかは一組のネタじゃなくて、まあ、何組かがこうある、うんうん、でもコメント欄のチャンピオンズのすごかったね。いや、あれはまあすごかったよね。びっくりした。すごかったね。あれ、まあ、もしあの聞いてる方でまだ見てないって方は、あ、まだもうないのか、もうないかも。え、ないの？ないかもな。え、でも一回ちょっとチャンピオンズ、ちょっとチャンピオンズで M1、 あでも確かにないかもな。なんかもうなくなったけど、でもね、そう、あれはすごいでかあれで、ね、芸人とかあのその業界の人たちにめっちゃこう広まってで面白い人ってなんか、そう、そもそもチャンピオンさんってさ、今芸人結成な何年目？俺だね、2年目。大ちゃん自体芸歴は何年目？俺は8年目で、あ、っていうか4月で、あ、違う、8年目、今8年目です。え、大ちゃん今32やん。はい。で、大学卒業して、うん、大学卒業して1年間アルバイトをして、うん、あのお金貯めてから養成所入って、うん、だから養成所入ると決めとったんや。ね、でもそれがあの今こうさ、うん、俺ら収録してるのがさ、恵比寿の、うん、渡辺の、スクール稽古場、スクール稽古場、うん、このモデルさんとか役者さんが、うん、練習するとこ、はい、で中目黒はお笑いの人たちの、あ、そうなんや。そうそう、あっちはね、お笑いとかあとは高校生。そうやったんや。あっちはキッズとか高校生とかが、あとお笑いが中目黒で、他の役者コース、タレントコースとモデルさんとか声優さんとかが恵比寿なんだけど。こっちなんやね。俺さ、最初さ、役者コース受けてたんだよ。なんで？あれ？なんで？いや、これさ、これ本当になんかもともとその大学4年目のサッカーのプロを目指して、うん、大学、東海大学ってここでやって、うんうんうん、部活も禁止で、うん、で、まあ、プロになりか学校の先生になれたらいいなみたいな時に、たまたまなんか大学2年生の時に、うん、1回なんか俺 その同級生のサッカー部のやつが、うん、ちょっとこういう芸能界興味あるからちょっとオーディション行こうぜみたいな、うん、で行って、でそれも、カレッジの方に、うん、こっちのお笑いじゃない方、うん、まあ、なんかこう、特技を披露したり、うん、いろいろしたりして、うん、で合否が出る、うん、で合格みたいな、うん、だいたい合格するんだけど、まあ、まあでもまあその時めっちゃ楽しくて、うん、で合格したって言って、でなんかでもまあサッカーやってるから行けない、うん、で、まあ、大学2年終わって3、4年になって引退するってなって、うん、2年後で就職も決まってたのよ俺、うんうんうん、でプロにはなれず、うん、就職も決まるかなぐらいでだったんだけど、どっかでその2年前のあのオーディションめっちゃ面白かったなっていうのはちょっとどっかで、やっぱこれ目立ちたがり屋だから。なるほどね。そうで、学校の先生になったら、うん、ちょっと主役は子供になっちゃうなみたいな、はい、まあね、主役をこう引き立てるみたいな、引き立てるみたいな、ね、まあそれはそれで素敵な仕事なんだけど、俺人生23年間サッカーしかしなかったから、うん、
ちょっともうちょっと違うジャンルで自分主役で何かやってみたいって言った時に、はい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 、そういえば俺面白いって言われてたなっていうので、うん、なんかお笑いを選んだんだけど、でただその時まだ怖くて、お笑いの養成所行っていくのは怖いから、ただバラエティには出たい、うん、だからその時ね、この学校がバラエティタレントコースだったのよ。おーおー。でそのオーディションを受けて、まあオーディションをやって、うん、で受かって、うん、行くか2年間行くかみたいな、養成所にね、養成所に、まあ、2年コースと1年コースと2年行くみたいになって、でバラエティタレントコースって名前だったんだけど、うんうん、パッてカリキュラム見たらその年から映像アクターコースに変わってて、おまあでもやる授業の内容は変わんないんだよ。まあ演技の仕事、演技の稽古したり、授業受けたり、歌をやったりとかいろいろやるんだけど、はいはいはい、いや俺映像アクターではないなってすげえちょっと思い出して、うんうんうん、バラエティの方、芸人は怖かったけど、はいはいはい、アクターではなくなってバラエティしたかったから、そう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 、はいはい、でもタレントって何なんだろうってちょっと思ったの、まあ、そもそも、うん、それってなんかさ、元スポーツ選手とか元モデルさんとかがなるのがタレントさん、うん、何なんだろうなって思った時に、たまたまもう次の日から授業が始まるっていうオリエンテーションがあった日に、で俺その時めっちゃ調子乗ってさ、みんな絶対売れようなって言ったら、みんな引きずるで、ご飯とか言って行こうぜって言ってたのに、先生にお前ってか絶対お笑いって言われてそうっすかね。でたまたま今日この恵比寿のカレッジにお笑いの先生がたまたま来てるから、今話聞いてこいって言われて、えっつって、で話聞きに行って、もう次の日から授業だったのよ、うん、なのに先生に、お笑いの先生、おやもうどうすんのお前、もう明日からお笑いの養成所も授業やから、もう今しかない、今来るのって言われて、あじゃあお笑い行きますって言ってそうなんや、だから運命やねん、たまたま芸人になったの、それで。え、じゃあ24ぐらいにこの業界入って養成所入りました。そうで、お笑いやん。そうで、チャンピオンズ結成は2年目やろ、うん、それまでピン、じゃあコンビゴリゴリっていうコンビでやってた、俺5年間養成所で組んだ相方と。そんなに。そう、あ、そう、それで、まあ、そこをちょっと一旦解散して、そうそう、コロナがきっかけでね。あ、それコロナのきっかけない、まあ、コロナきっかけというか、でも5年やって、でもそれこそネタパレさんとか出させてもらったりしてた。へぇー、前のコンビでも渡辺ナンバーワンの決勝に行ったりとかあったんだけど、まあ、なんていうかな、2人でやる漫才のマックスはこれなのかなっていうので、2人ともなんかそんな感じがあって。なるほどね。そう、で、ちょうどコロナになって、あのマックスの時期を、はい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 、どうしようかってなったけど、はい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 、で、解散しようかってなって で俺はそんな中、大崎さんいるじゃん、今、うん、日本一面白い大崎さんが、うん、俺はマジで芸人で出会ったのが一番面白かった。へえ。なんかまあそれはもちろんすごい先輩いるけど、なんか俺がツボなの、あの人が。うんうん。もう歩いてるだけで面白い、なんか。見たことすごいね、そう言える相方。そう。持ってるってね。いやほんまにそう。だから確かに今日初めてお会いしたけど、大崎さんヘッドホンつけた瞬間になんかすごく面白かった。魅力的だった。そうでしょ。なんかだから俺は、まあ、俺どっちかというと自分が一番面白いって思うタイプなんだけど、って思っとかないといけないって思うタイプだけど、うん、やっぱ大崎さんの方が面白いって思えるの俺。いやー素敵、素晴らしいね。だからそんな、だから悩んだの、もう8年、5年やって6年ってで28だったのその時、うん、で次コンビ組むならなんかめっちゃ台本書ける人、うん、例えば花子さんとかさ、はい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 、いろいろいるじゃん、すごいネタを作りが上手な人たち、うん、みたいな台本書ける人でプレイヤーとして自分は、はい、はいはい、か自分が一番面白いと思う人とやってみたい、うん、ってなって大崎さんだったから、はいはい、ボケとボケ同士だったんだけど、お、そうなんや、やってみましょうっつってやって、2人で、でチャンピオンズでも最初全然やってくれなくて、大崎さんが、そう、もう何回も振られて1年間俺粘ったんだから、本当恋愛と一緒。え、大崎さんその時ピンでやってたの？ピンで解散したばっかり。いや、いろんな人とね、俺らもお試ししてたの。その時はね、パーティーちゃんの菅ちゃんとかも、おお、はいはい、ちょうど同時期に菅ちゃんとか俺とか大崎さんとみんな解散して、うん、みんなピンで活動して、でユニット作って、ライブ打ったりとかして相方探しみたいな、で、菅ちゃんがあのギャル引き連れて、うん、パーティーちゃん組んでとかして、で、俺はずっと大崎さんとやりたいけど、大崎さんは、いや、ボケとボケは無理や、みたいな感じ。もう結構硬い人だったから、お笑いに対して。松本人志さん大好き、うん。リズムネタなんて、みたいな感じの人だったから。
でも俺は絶対面白そういけますって言い続けた。見てください、俺と大崎さんのこのフォルム、モンスターズインクにしか見えませんよねってモンスターズインクみたいなやつあるんだよ。確かに。だから見た目でまずいきますよ。で押し切ってやっと組んで、でもそこからも喧嘩したりとか、いろいろ方向性違うねんって言われたけど、たまたまネタ合わせしてる時に頭触ったら、おいちょんってすなよって言われて、なんか面白くてそこか。そうそうそう、だから台本とかじゃなくてネタ合わせしてる時にたまたま頭触りたいなと思って、ポンってさったらちょんってすなよって言って、いやめっちゃ面白いそこから割れたんやつって。待って、もう本当に、まあ確かに何のネタもなく、本当にただのプライベートの時間でちょんってしたの。そう。いやだからネタして、なんかね、そういうネタをなんかちょっとしたの。なんとか、いや触んなよとか、なんとかすんなよみたいなネタをちょっとなんかやってた。で、なんかアドリブで、普通にちょっと頭ポンって触ったら、おいちょんってすなよって言った。その声がめっちゃ面白くて、俺。いや、大崎さん、これ面白いですよって。ちょんってすなるだけで、一本作りましょうって言って、言ったら、いやそんなん絶対受けへんからね。もともとね、お笑いその漫才好き、いや受けます、2ヶ月かかって、それででもいやいや事務所のネタ見せ連れてって、大崎さんこんなんでもいややりたくないわみたいな、もういいぞ、もう最後までふてくされてたけど、ネタ見せ行って、まあ、ちょっとですね、あんまうまくいかなかったけど、まあ、でもまあ受かってネタでライブ出たの、うん、バカウケ。最初にちょんですなやった時むっちゃくちゃウケて、そうなんや、もうドカーンと受けて、やっばーみたいになって、そのまま渡辺の決勝行ったから、俺ら去年。だからこうネタって、まあ、ゆかろんまさんたちはアーティストがあれだけど、なんかこう自然な感じの時で一番生まれやすいというか、だから2番線で全然できないのよ俺ら。作ろうと思って作ってないから。いやでも確かにさ、 YouTube でさ、俺ら音楽出す時もさ、狙った動画ってさ、結構考える割に伸びんかったりするよね。そうね。本当楽しく、一番楽しそうにやってるのが伸びたりするんだよね。伸びたりする。これ本当にそうなんよね。これね、不思議だよね。不思議。マジで漫才も本当そう。だからちょんてすなもそう、うん。考えすぎたりすると、それが伝わっちゃうんだよね。伝わんのかな、やっぱね。いや、マジ伝わると思う。俺らが一番楽しそうにしてるのが一番楽しく見えるというか。そうよね。いや、そうだよ。エンタメって。いや、わかんないけど。すげえな。ってことはもう2年で結構あれよね、ポンポンポンっていった感じ。いやそうよ、びっくりしてんだから俺らが。最初はピンクのスーツ、ピンクのさ、お揃いの衣装着るのめっちゃ嫌がっててさ、大崎さん今となってあんなしっくりしてるそんなに。いや本当、だからよかろうさんと本当出会ってからだよね、この本当もうすぐ1年経つじゃん、多分夏だったからあれフェス。ああ、はいはいはい、あ、まだ1年か、半年か、半年か。よかろうもんチームと出会ってからの半年で俺らも人生ちょっと変わってるよね、マジ。いや大ちゃんだってもうなんかたまにね、フットサルとかさ、大ちゃんは呼びてえなって思うけど、忙しいやろうな。いいよ別にこ、あ、無理な時は無理って言うし、行く時行くって言うし、忙しそうやもんな。全然いいよ、そんな。なんか俺サッカー系なんかさ、動画出したいな、また、うん、いいね、いいね。あ、サッカー系ね、竹のサッカー好きだからね。そう、サッカー動画を上げたいし、俺は本当思ってるのが、こういうのって何かの縁じゃん、うん、で、俺も大崎さんも鹿児島出身と長崎出身で九州やん。そう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 。だからさ、俺本当に紅白目指そうよ。目指したい。これは何かの縁って俺あって、俺運がいいからマジで。ちょ、それにぶら下がるわ、ちょっと。いや、ぶら下がるっていうか、もう多分でもこれみんなもそうよ、うん、このね、この空気感ってすごいあると思うんだよね、はいはいはい、だからこの出会いを大事にして、うん、で、ちょうどのタイミングでこの出会ってさ、そうね、こう俺らもこう仕事がちょっとずつ増えてきたタイミングで出会ってるから、うんうん、で、今こうやって俺初めての今日コラボなのよ、 YouTube。 あ、そうなんや。したことなくて、まあ本当やったばっかで、で、これもなんかやん。そうやね。で、歌やってたで、これなんか一曲とかね、なんかできたらいいよね、一緒にライブとかもやりたい、ね、やろう。ライブやりたい、やりたい、うん、普通にやりたい、一緒に。だから俺らも結構心強い、なんかやりたいと思ってたことなのよ、こういうことも。あ、本当に。でもそういうのってどうしたらいいんだろうって分かんないけど、こうやって自然とこう集まってきたというかさ、機会が来たから、ありがたいなみたいな感じで。なんかやりたいよね、いろいろね。やりたいよ、めちゃくちゃ。ちょっとそんな、いやーってやりたいな、紅白でNHK で MC やりてー。まず M ステだね。
で名前ちょっと書いてチャンピオンズ、フィーチャリングヨガロモンとかじゃなくてなんか俺らのグループだから。あいいね。チョンチョンテツマヨドゥルルルルルやりてアイちゃんと大塚さんのあの階段降りてあれね降りたいね。でも逆に俺さ聞きたいことがあってさ、うん、ヨガロモンさん、うん、すごいやっぱさファンの方を大事にしててさすごい、いやライブとかもさ2公演したいですか、ね、うん、チャンピオンズってすっげえ面白いって言っていただくんだけど、うん、まあ面白いよねって言っていただくんだけど、うん、ファンが全然増えないんですよそんなことないやろそんなことあるわいそんなことあるわいそうなん、そうですなんですか俺らあれ面白そう優勝してんのにチケットの取り置き誰もいないなとか、意外。きっかけとかあったの、なんかそのヨガローモンのみんなにこうみんな見に来てくれるようになったきっかけみたいな。ああ、来てくれるのきっかけか。だって最初からいたわけではないでしょ。そうだね。でもなんかまあやっぱり俺らもなんだろうな、まあもちろん最初は自分たちの俺らも言ったら同じ同世代かも分かると思うけど、うん、歌手アーティストってなるともうなんかテレビの中の人っていうイメージがあったり、ちょっとまあ遠いようなイメージがあったけど、はい、まあ結局俺らが YouTube していくにあたって、うん、なんかもっとこう近いその身近に感じられる、はい、なるほど、存在になりたいなっていうのをいろいろ動画を通したりして伝えてたら徐々に徐々に来てくれる人は増えたかなって思う。なるほどね。それこそさ、おもつさんドグラウンドあるやん、ああ俺らの初めてのワンマンライブあそこやって、うん、あそこキャパ300ぐらいよね。まあパンパンに入れたんだね。そう、でもう最初のワンマンライブだからさ絶対パンパンにしようって言ってやったら150人ぐらいしか埋まったじゃんね。そうだね。まあすごいけどなそれも。で、うわ、まあありがたいけどね、150人も来てくれたことありがたいけど、うん、300やっぱ埋まらんのやみたいな、そこで現実を知って、でその次の年で埋まったよね。そうで、すごいいよ、ヒロ君、どうせあれでしょ、顔だよって言いたかったの。そうでしょ。こんな可愛い顔して本当にヒロ君は本当そういうとこあるからね。あるどうせ本当に本当は心の中で、あ、チャンピオンさん、顔違う、そんなわけない、そんなわけない。どうせ思ってんだろうな。どうせ俺と大ちゃんのことゴリゴリやと思う。ゴリ話題変えようか。どうせ顔ぐらいファンなんですけどね。え、でもそのじゃあ逆にお笑い芸人ですごいこう人気とかすごい、うん、逆に言うとその劇場に呼ぶ力がある人もいるってこと？いるいる、そりゃいるよ。でもそれこそ吉本さんなんじゃないかな。でも何なんだろうね、あれやっぱり圧倒的実力か、あやっぱイグジットさんもすごい実力、うん、フォルムなんかこう、なんなんだろうね。わかんないな。でもね、本当に俺らはマジで本当に多分これライブとかでもファンの、うん、向けても毎回言ってる言葉だけど、本当に俺らのファンありがたくて、うん、ありがたい。本当にまあもちろん来てくれることもありがたいし、かつそのファンがその例えばもう本当にすごい簡単に髪切りに行った美容室にこれ、うん、あの今押してるですっていうか僕らの動画を見したりとか、それこそ普通に自分のお母さんとか家族とか友人に見せてで知ってもらって、だからここ別に俺らが、なるほど、ね、俺らはまあなんだろう、まあ全力してやってるけど、それに加えてその聞いてくれるファンが逆にそこで布教活動みたいなものをしてくれて、うん、一緒に来ましたっていうので増えていくっていうのも話としては聞くから。じゃあ宣伝活動してくれてるんだ。そう、だから頭上がらない。なるほどね。でも結局顔やないよ。ヒロでも結局やっぱ顔と思っとるやん。どうせじゃあ俺がヒロ君と同じぐらい髪長くしたらどうなる？ターザン金髪先生なんやろな。今これちょっとラジオなんで伝わらないと思うんですけど、今ここまあ部屋であの3人で座ってるんですけど、僕以外の2人
上ピンクの服着ててでしかもどっちも七三の前髪上げてる同じ髪型なんですよ。しかも体格もマージとゴリゴリ系ゴリゴリ系ドッペルゲンガー見てるかな消えるじゃんどっちかじゃあどっちかどっちか消えちゃうじゃんそれでもさ、それこそのさっきの話やけどさ、まこっちゃんの店、うん、な名前何やったっけ、グラングルス覚えてないよ最低やろお前らこいつは最低グルスグルスやったやろ、なんか大事、まこっちゃんの店で分かるわ、うん、まこっちゃんの店ね、あれから俺ら行ってファンの方で多分10人以上行っとるよ。へぇ、まこっちゃんの店すごいね。でもめっちゃよかろうもん、ありがとう、うちの友達が。いやだから幼馴染今一番個人情報出てるのはまこっちゃんやけどそうやな、ね、まこっちゃんに会えるよ喜ぶよね、まこっちゃんね、うん、でまこっちゃん言ってたよ、なんか俺とかたくらとかを来てくれるし、この前はそれこそメンバーの雄大も行ったのよ、うん、まこっちゃんのところに行って、うんで、ありがとうみたいな感じで、うん、でも、大ちゃんだけが来んのよね言われた、言われた、大大輔ってあるとるの、大輔ね、大輔なんか、なんか近くの多分どっかで切り寄るみたいなこと言う。あいつね、ほんとそれ拗ねるんだよわかるよ、ごめん、いや、わかる俺ね、ほんと、これほんと俺性格なんだ、俺マジで予約できない。あ、なるほど。俺マジで予定を決め入れるんだよね。全然仕事とかあったらちゃんとするけど、うん、美容室とか、あ、道歩いてて、あ、髪切ろうって言って入るの俺。予約も知ったことないってよ。めっちゃ迷惑だよ。あ、これまでだって。そう。そうなの。同じとこだけどね。今行ったら同じとこだけど、床屋に行ってんだけど、あーちょっと違うんだよ。今行こうって感じ。え、飲食店の予約とかできるタイプ？飲食店はまあ、あの人を巻き込む場合はする。ああ、自分のことはもうその場のあれで決めるよ。そう、マジでそう。でもね、俺もそれ分かる。分かるもうね、その例えば休みとかに3時に散髪入れたりするじゃん、例えば。だったら、うん、3時散髪行かないとって思うの嫌なの。ああ、でもそのさ、例えば、うん、あ、明日休みだなって時が、うんうんうん、まあ、あるとするじゃん、うん、その時に、じゃあ9時から美容室行こうかって予約するじゃん、うん、したら8時半に起きなきゃいけないみたいなのが嫌だよね。そう、ね、もうね、いい、フリーでさしてん。そうそう、あ、まずパッと起きたら、起きたら8時じゃん。あ、じゃあ行けんじゃん。じゃあ行け、じゃあ髪切り行こうでいい。そう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 、なるほどね。ごめんね、いやでもタクヤ絶対違う、こいつマジすごいもん、やっぱきっちりしてるもん、連絡とか、うん、もういマジでいいやつ、もうちゃんと。でもこういうやつがいないとダメなんだけど。そう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 、マジで俺ほんとそう。だからそう、だからね、俺そうなんよ、あの連絡とか帰ってこんくても、あの、いや、いろんな、俺もう気にせず送ってしまう。俺営業職やっとったけんさ、うん、仕事で。だからそこら辺結構割とメンタル強くて、めっちゃありがたい。こんくても、あ、これはきっとあの返せないだけじゃなくて、多分連絡がいっぱい来すぎて忘れちゃってるだけなんだと思って帰る。あ、めっちゃそうまあこれで言うの申し訳ないけど、めっちゃそう。そう、だから俺普通にそう、うん、ほんとそうだよ。ヒロは逆に多分ね、そうなったら、あ、なかなかせんやろ。せん、あ、一回既読つきました、まあ考えてくれとるんやろうなって。あ、まあ言ったら待つかもね、確かにね、待つと思うわ。俺も待ってるんだけかもしれんけど。あ、いやでも大事なことだと思う、大事だと思う。ちなみに俺は、でも俺タケ君とその会うなと思ったら、俺ね、LINE でやり取りして日程決めるとかめっちゃ嫌な人で、うん、もう電話で辞儀がいいの俺。ああ、分かる分かる分かる。もうさ、その、事実じゃどうですか、この日はこう、こう、こうで、あ、そっか、じゃあこの日はどうですか、もう電話と思う。そう、分かる、その。だから、そう、途中からね、普通さ、でもさ、一応さ、こういう業界同士の人だから、まあ、お互いのスケジュールもあるかもしれんからさ、LINE で送った方がいいのかなっていう感じになるけど、そうね、大ちゃんは、電話でいいやんって思う。そう、マジ電話。もう電話が一番いい。そう、早い。もう早いもん。で、そう。マジでそれがいい。何の話やねん。電話に話して、そうね、そう、うん、はい、そうですよ。まあでもちょっと、あ、どう、いや、まだ、まあ、もうちょっと話すよ。ああ、でも、うん、そっか。でもだから、これ今日きっかけに初めて仕事もできたから、うん、ちょっとよろしく頼みますわ。でマジさ、ちょっと本気で俺チャンピオンズさんを俺らのライブに出てほしい。じゃあ2023年の俺らで一緒にやる仕事の目標を立てようっていう。はい、まあ、だからライブでゲスト出演で、大ちゃんも大崎さんも歌めっちゃうまいから歌ってほしいな。え、これさ、でもさ、よかろんさんのファンの方たちがちょっと邪魔だなと思うんじゃない。え、そんなことないよ。
えでもどうせヒロ君みたいな顔するんだよ。いや逆にさ、その時はごめん大ちゃん。おやばその時はごめん。みんな聞きましたみんな聞きました、今の大ちゃんに対する態度。その時はごめん大ちゃん、大ちゃんごめん。痛い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 、ヒロ君痛い、殴らないで、痛い痛い大ちゃん、顔らしいゲストは。おいやばこういうやつなんですよね。ライブ中相撲してやろう、相撲両サイドから相撲して、両サイドから相撲して放り投げたろ、ほんま。いいですね、ゲスト、うん、じゃあこれ実現しましょうよ。うん、するするする。俺らがライブ僕の中でゲストチャンピオンさんに出てもらう。うん、いいじゃん、いいね、いいね。でさ、うん、でさ、そこでなんか歌ネタみたいなのをさ、よかろうもチャンピオンさんでこう作って、ウェルフェスとかまた一緒に出れたらいいね。そうやね。いやてかマジ、てかテレビ出たくね。出たい。なんか出たい。こうテレビのさ、うん、俺らもいろんなこうネタをさらしてもらう流れでさ、はいはい、まあ、いつか今年は多分チョンテスナーをこう、うん、皆さんに知ってもらうように頑張るんだけど、うん、いろんな形のチョンテスナーをあって面白い。じゃあこの例えば今回あげる YouTube の内容のやつとかがさ、うんうん、みんな認知してバズってさ面白いってなったらさ、これを生でお願いしていいですかって話は可能性はゼロじゃん。いや全然あるから、ね、全然ある全然ある。だからそういうの面白いよね。うん、面白いとかやりたいね。動画とかもなんかその今回だけに限らず、そう、ね、ちょっと定期的に出したいな。やっていこうやっていこう。俺の今の芸人の目標がチャリティーランナーだから、そうなの。俺チャリティーランナーだから、やっぱ俺の今のてっぺんはチャリティーランナー。2人で走るの？1人で走るそこは言っとく。大関さんはだってそういうタイプじゃないから。あーなるほどね。うん、もうここチャリティーランナーになったら、もうこれはもうあれやん、日本の国民の皆さんが応援してくれるタレントさんやん。そうやね、頑張ってる姿を見てみたい、うん、ここはやっぱてっぺんだと思ってるから。まあ27時間テレビでありチャリティーランナーでありみたいなところあるから、そこを目標に動いてきたよね。いいですね、だからゴール前であの歌っててくれたら、あー歌いたい歌いたい、うわっうわっ、だから途中ですげえ苦しい30キロ地点ぐらいで横浜のチームドゥワードゥワーみたいな、邪魔やねん、もうそんなこと大阪で立ってもらう、こうやってジョイステーっつってめっちゃいいな。そうでかくね、夢はまず最初期はそこのでかく持ってやってる、はい、まあ我々はまあそうだね、まず今年走り切ってやっぱまだアルバイトしてるから、うん、ああやめたいよね。そうやな。いやでもこうやってさ同い年でさ、かつこうまあまあ知り合ったのもなんかでご縁やけどさ、こうめっちゃ刺激をもらえる。俺は大ちゃんのインスタとかのストーリーで、大阪行っとるとか名古屋行っとるとか忙しそうやなあれさ、いやらしいでしょ俺だからさ、うわめっちゃいいなって思う。あれいやらしいなって思いながら、でもなんかそういうアピールも大事だと思っててやってるの。そのなんていうか、今チャンピオン大事と思う、今チャンピオンで忙しいっすよって、うん、こうどんどん出して、うん、業界の人もさ、あ、ちょっと今忙しいんだ、人気者なんだってなってくれたらいいし、はいはいはい、お客さんも今すごい忙しいんだって思ってくれたら、うん、自分たちのプロデュース ね少しずつ上げていけたらなと思うんだけど。そうや、ね、俺もだっておっさんだからさ、もうそのインスタで毎回さ、こう上げるの、なんかさ、でもさ、年は取りたくないよね。え、まあ、でも30代めっちゃいいよ。本当？やっぱね、でも大ちゃん肌綺麗やしね。まあねまあピカピカなんだよね。そうね、サウナ行ってっからね。目も綺麗よ、ね、めっちゃいいボイス。まあね、サウナ行ってっからね。まあ、そうやね。だからそういう、だからスポーツ系のこと、サッカーもね、いや俺マジサッカー動画とか出したいし、俺ねサッカー系の仕事したいなって俺は思っとるっちゃう、うん、個人的に。そうそう、なんか話してたもんね、うん、コラボしてやっていこうみたいな。まあでもちょっと俺が4000年千葉くんとやってて、ちょっと拓也くんが今拗ねてる状態なんです。そうだから俺は大ちゃんにオファーしたけど大ちゃんがいやいやいや俺石橋さんとやるからっつって。いや違う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 、そういうことですか。違う違う、人には言ってる、それは違うって。俺はずっと待っとる。それは違うから、じゃ違う違う、交換の時にごめん違うから、あれ違う、あれは本当に芸人でなんかちょっとやってた。対決したい、だからその、そうだね、大ちゃんとバシ君、バシさんのチームと
だから俺相方がまあマサルなのかヒロなのか分からんけど、うん、ちょっとそうなんだよ。だからアーティストっていう大きい括りでいいやん。わかる？わかるよ。よかろうもんじゃなくて、うん、アーティストって大きい括りでサッカーのメンバー集めてとかでいいじゃん。やりたいやりたい。で俺らは、まあ、芸人の、まあ、渡辺の中だけやったら渡辺中とかちょっとして。だけどなんかさ、そっち側に入りたいな俺も。ああなるほどね。いやもう申し訳ないけど、タクヤのその相方に俺やられてもさすがにサッカーのそこの相方は俺はあの添えない希望に。そうやんな。まこちゃんがちゃんとサッカー練習あの感覚戻してくれれば相方としていいよ。確かに確かに、まこはね、もう、ま、ボール触ってなさすぎてさ、あいつ膝やるね膝。あいついつ昔からこの前フットサルおもろかったね、まこちゃんも、ね。ちょっとだからサッカー動画俺は大ちゃんとなんか対決したい。ヒロキーパーうまいからさ。ああね、見してるしてる。ね。うん、分かった。じゃあ、俺動画イメージとサッカーはさ、うん、なんか TikTok を撮るのと2人。ああ、なるほどね。全然いいと思う。え、大ちゃんどういうプレイスタイルやった？俺多分うますぎて覚えてないな。いや、でも、だ才能才能。そう、天才やった。え、高校までどポジションどこやったの？ここ小学校は？小学校はトップ下。トップ下、はい。え、トップ下、あの、うまいやついくか。小学校ってトップ下のやつおればタケはどこ下？何下？俺の小学校独特で膝の下。え？膝これ何やそれ俺の小学校独特で、みんなおもんないぞ記録おもんないぞ俺の小学校6年生の頃、あの5年生までトップしとったんやけど、うん、小6キャプテンはセンターバックっていうチームでルールを決めて、俺センターバックになって。なるほどね。で中1から 俺もフォワード、うんうん、大ちゃんは？あ、俺中学校からセンターフォワードしてたよ。え、大ちゃんのチーム鹿児島で一番強いけど。違う、九州で一番強かったから九州大会優勝したチーム俺キャプテンだったから。そうよ、すごくない？バカ強いか。どう、俺記憶ないけど、なんかまこっちゃんよくやったことあるらしい試合。うん、だからいいよ。だからもちろんそのさ、確かに人数を集めてやるって言ったらすごい、まあその集めるのも大変になるけど、今それこそショート動画とかさ、なんか10メートル、20メートル、30メートルって区切ってさ、なんかそのバーって対決とかあるやん。バーって対決そういうのしようよ、マジで。ああ、いいよ、いいよ。そういうのも実現していこうよ。マジでやろ。ケチョンケチョンにしちゃおう。本当に、だから、ヒロ、ケチョンケチョンにしよう。だから、本当にそれで本当に2人とも下手かったら、マジで素人目線からも、ボロッソに。それは、ヒロ君の野球なんだっけ？野球だったら、大崎さん、うちの大崎さんが甲子園ベスト4だから。長崎日大で甲子園ベスト4である人。出口、公立。ただ、あの人の面白い話なんだけど、ポジションはって聞いたら第4キャッチャー。第4キャッチャーいや、ベッチにまず4人もキャッチャーいらんやろっつって体型も細いしさ、第4審判みたいな。そう、もう出番ないじゃん。ただ一番近くで甲子園見たってだけなんだけど、ただメンバーには入ってて本当第4キャッチャーすごいね。だから俺はチャンピオンズって名前にしたんだよ。ごめん、今更だけど。そういうこと？トンネルズさんって、おトンネルさんってサッカーと野球じゃん、はい、2人とも、ね、で2人ともスポーツをとかやられてるじゃん。だから俺らもともとカタカナだったけど、目指せトンネルさん、はいはいはい、でサッカーと野球だからいろいろできたらいいねでチャンピオンズにして。え、本当にいいんだよ。じゃあ決まったわ。俺トンネルさんで、これはいいや、話ずれるわ。だからその勝負したい。俺と大ちゃんはサッカー対決だから野球でいいよ。そう、やばいですね。甲子園ベスト第4キャッチャーだよ。メンバーに入った理由がお前面白いな、だすごいね、あの人。でもね、これ野球してから分かるけど、キャッチャーって実はポジション争い一番熾烈で一番難しいの、切り替わりが。そうなの、うん、いやでもさ、第4だよ多分なんか大崎さんが言ってた背番号ね、13だったらしいの。13ってなんかピッチャーの背番号みたいな、その高校ではね、みたいな感じで、大崎さんの2個下に広島カープのエースの大瀬良がいる。長瀬日大で、多分大瀬良1年生から入った時からもうすごかったらしい、うん、でも大瀬良、その夏の大崎さんが行った甲子園メンバー入ってないのよ。これ多分だけど、あのメンバー発表に監督が大瀬良って言いたかったのを大崎って言っちゃってで、それを大崎さんがあの嬉しすぎてはーいって言ったから、もう3年生だし、前かーってなったんじゃないかって、だから背番号13なんじゃないかっていう話をしてる。監督に話聞きてー。そんなわけなくないだって絶対1年生の大瀬良入れてた方が主力だもん
まあ、注目度も上がるし、ね、だって第4キャッチいらないもんまず確かにね、うん、そうなんよみたいなのがあるから、まあ、ぜひちょっと対決状態それはじゃあそれやろうよ別動画で、うん、チャンピオンズ対ヨカローモンチームのサッカー野球対決動画スポーツ王やろスポーツ王やろあスポーツ王やろもうてかもうスポーツ王やろこれ決めスポーツ王やろこれは絶対やろだからジャンル問わずだからスポッチャリって全部対決したいあいいやろやろやろマジでマジでしかもこれ同世代だし、うんしかも、そうだよ今そんなにすごい運動してるってわけでもないからだから体力的にもお互いあのフラットでしょ、うんうん、これやろういい決まりこれはもうちょっとやりますはいこれマジでやろうそうだと対決そう、ボウリングとかもねあってもいいしあーいいねバスケもあってもいいしちょっとそれ日程決めてさ夜、そしてまた飲もう飲みましょう、飲みましょうさあ、その打ち上げ場所は皆さんにもあのお伝えします絶対来るよ、いっぱいいいなそう言ってみたいわ俺ら言ったとて来ないもんなで、これ、あ、ごめんね、ラジオ中下大丈夫下大丈夫、大丈夫あ、そっか、一応もう一旦終わるかじゃあねうんそうねじゃあ一旦、あれ閉めるねはいはい、ちょっといろいろ話ね、話もあの、つきませんがはいお時間もやってきましたので、うん一旦この、デュカラ時代2回大ちゃんとのコラボ、終わりたいんですけれどもなんか大ちゃん告知とかありますか告知ですか、うん、これはいつ配信されるんですかこれは、3月の、28日あ、28日ですか我々あ、でもあの YouTube 僕らもやってましてそちらの方チャンピオンズの有言実行チャンネルはい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 、はい、登録お願いあと SNS、TikTok とかもやってますし、ね、テレビもちょこちょこあの出してもらってそれも見てくださいうわー、いいなテレビ出るぞじゃあまたあのね、ヨカローモンとチャンピオンズさんでこういう動画を見たいっていうのがもしあれば、はい、この、コメント欄にねどんどん書いていただければ、僕ら見ますので、はい、すぐ大ちゃんにそれを報告してこれやろうって言いますんではい、はいもしよろしければコメントよろしくお願いしますはい、はい、ということでまた次のラジオでお会いしましょうせーのバイバーイいや、バイバーイ